はい、今回は、25回目ということで、先進工業国の発展を見ていきましょう。はい、で、どんなところ、今日は工業地域が形成された背景と特徴を考えていきましょう。はい、まずは、先進工業国ヨーロッパの工業地域の発展から見ていきます。何回も今までやってきているように、イギリスの産業革命が起きて、これが西ヨーロッパを世界の工業の中心にする原動力となりました。そして、まず、イギリスのミッドランド地方っていうところですね。この辺、ここ、そしてフランスのロレーヌ地方。これちょっと地図は逆になっちゃってるな。フランスのロレーヌ地方とドイツのルール地方。この辺りで、工業地域が発展しました。それは何でかっていうと、鉄鉱石と石炭に非常に恵まれたからですね。なので、ここでは重工業が、非常に発達しました。19世紀から20世紀初頭にかけてですね、発達しました。ここは重工業三角地帯というふうに呼ばれて、このような、赤い三角形が、ちょうどミッドランド、ロレーヌ、ルールの 3地点を結ぶところに重工業三角地帯って呼ばれる、非常に工業が発達した地域が、生まれました。続いてですね、エネルギー革命が、1960年代に起きますが、それ以降どうなったかっていうと、1960年代石油、天然ガスに石炭からエネルギー源が変更されました。そうすると、オランダのロッテルダムと呼ばれるところ、ここは、ライン川の河口に位置しているところですね。ユーロポートと呼ばれる、ヨーロッパ最大の、貿易港があるところ、ここがまず発展していきます。そして続いてここフランスのマルセイユっていうところですね。この2つの場所では、特にヨーロッパの中でも、石油化学工業が発達して、臨海志向型ですね、前回ので言うと、これが、非常に発達しました。石油を輸入してそこで石油化学製品を製造する、こういった産業ですね。で、ここから最近発達してきたところが、青いバナナというふうに最近は言われています。なんで青いバナナかっていうと、 EU の旗が青いから、EU の工業が発達している地域青いで、そして、こういうカーブした、場所なので青いバナナっていうふうに、バナナのような形なので青いバナナっていうふうに、呼ばれています。そして、アメリカの台頭っていうのが、20世紀特に第二次大戦後以降ですね、起きました。国内の豊富な資源とか、資本ですね、戦争でいっぱいヨーロッパ諸国にお金を貸していたので、その分お金がたくさんアメリカにはありました。アメリカの工業が急速に発展します。第二次大戦以降、多くの部門で世界のトップに立っています。特に、第二次大戦以降は自動車とか石油部門の多国籍企業が発展しました。それが一つの国の、国民総所得 GNI ですね、これに匹敵するような、売上高を上げるようになってきました。アメリカの、G 自動車は、チリの GNI と2008年で同じぐらいだし、ニュージーランドの GNI よりG 自動車は大きかったりもします。あとはアイコンピューターってとこは、2008年は、カザフスタンよりの GNI より大きいというように、一国の GNI より、を超えてくるような、売り上げを持つ多国籍企業が発展しました。なので世界経済に非常に大きな影響力を持ってますね、今でも。近年は ICT 産業に経済主体が移行してきています。GAFA とか GAFAM って呼ばれる、G っていう会社、これ動画上げてるとこの大元、あとは、みんながなんとかプライムみたいなの入ってるところとか、
SNS みたいなところ、あとは携帯とか作ってるところ、あとはこのパワーポイントとかの製造元、こういったところがアメリカの有名な最近の ICT 産業の企業ですね。シリコンバレーと呼ばれるサンフランシスコのサンノゼとかあの辺りで発展してきています。この企業もね、多国籍企業ですね。日本にもその会社の支社があったりしますね。でこれに対抗するところとして、近年では中国のバースと呼ばれるところが発展してきてますね。B はあれで、 A はあれで、 T はあれでっていう、まあ、YouTube で話すのはあまり良くないかと思うので、調べてくると出てくると思います。多国籍企業っていうのは何かっていうと、2つ以上の国で生産設備であったり販売拠点を持っていたり、事務所、まあ会社ですね、会社っていうか営業所じゃなくて事務支社があるようなって言った方がいいかなっていうを、2つ以上の国で保有している企業を多国籍企業って言います。なので、日本に今企業がある国でも、会社でも中国とかに支社があるような会社たくさんありますね。そういったところはもう多国籍企業になってきます。本社はアメリカや EU、日本などの会社が多いですが、かなりの数も多国籍企業、経済がグローバル化しているので、もう世界中をもう一つの国に見立てて、もう世界中でいろんな経済のやり取りが行われています。でこういった多国籍企業では付加価値が低い製品、付加価値が低い製品とか、付加価値が低いものですね、部品の製作とか組み立て、こういった労働集約的なもの、こういったものを労働コストの低い東南アジアとか東欧諸国の子会社に、任せて、そこで、安い労働力を使って製品を製造する、こういったものが、行われている。一方で付加価値の高い製品の製造や研究開発部門は本国ですね、本社がある国、まあアメリカとか日本とか、そういったところでお金や人を、優秀な人材ですね、を集中させることによって、付加価値の高い製品をどんどん作り出しています。こういったところで、国際分業体制っていうものが、確立されています。しかしこれは先進工業国と発展途上国っていう経済格差の温床にもなっています。労働コストの低いところで組み立てとかを、単純作業でもマニュアル化されたものをやるだけだとやっぱり経済って発展しないので、どん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 格差が広がっていってしまう。発展途上国も発展するような研究開発をしている企業も、だん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 出てきてはいるんですけど、まだこの先進国から、仕事をもらってやっているような、そういうイメージなので、まだまだ経済格差っていうのはあって、先進工業国と発展途上国の経済格差っていうのは非常に大きな課題になっています。はい、ではそういう、まあ、国際分業体制ですね、それを、まあ、製品間分業と工程間分業っていう、そういう分け方で見ることもできるので、それでちょっと国際分業体制確認したいと思います。まず先進国と途上国で、途上国の中でもちょっと発展してる途上国ですね、東南アジアとか中国とか、ニーズと呼ばれる、アジアのシンガポールとか韓国とか、そういう地域ですね。まあ、中国を途上国に入れるのかどうかっていう議論は、長年続けられていますが、とりあえず教科書だと途上国に入っているので途上国に入れておきます。先進国だとやっぱり先端技術製品とか、製品の差別化を行うことによって先進国の製品間分業っていうのは行われていく。で、工程間分業では R&D と呼ばれる研究開発であったり、知識集約、資本集約型の産業、そして試作品ですね、まあ、研究開発して試作品を作ってみたりとか、まあ、高度な技術がいるようなことを先進国でやったりもします。で、この中間の途上国では標準化製品ですね、マニュアル化された製品をどん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 作って、売り出す、先進国に売っていく、そういったものが行われている。例えば、まあ、冷蔵庫とか電子レンジとか、そういう家電製品とか、
そういったものとかですね。で、途上国でだと、まあ、生産技術方法の開発なんかも行われてはいます。あとは、標準化された加工組み立てですね。で、途上国だと、まあ、労働集約的な、部品であったり、まあ、低価格な商品っていうものが、作られていきますね。こういったようにやっぱり先進国では、付加価値の高いものを作ってるので、どんどん1単位あたりの生産で大きな、利益を出すことができる。ただ途上国では、まだまだ低価格の商品で労働集約的なので、1人当たりの生産が、生産量は多いけど額としてはお金としては少ないので、なかなか発展できないっていう、こういった国際分業の課題もあります。そして、まあ、企業内分業っていう考え方もあって、まあ、本社があって、その下に母工場がある。で、母工場に集める前に、分工場でいろんなものを組み立てる。組み立てて母工場に持ってって、例えば車とかだったらいろんな窓ガラスとか、座席とかハンドルとか、そういったものを母工場で組み立てるような様子がありますね。で、その外側に下請け企業なんかもあって、こうある特定の企業とも密接に絡んでいる下請け企業っていうのも、多くありますね。で、親会社から、下請け企業っていうのは委託を受けて生産しているので、まあ、親会社の生産量が減ってきたりとか、親会社の経営状態が危うくなると、下請け企業も一緒に、経営状態が怪しくなるっていう、そういう、経済状態に左右されやすいんですね。下請け企業っていうのはかなり煽りを受けるので、不況になるとかなり下請けっていうのは大変になってきます。こういったことですかね。今回はこの辺りを見てきたんですけど、次回は新興工業国がどのように台頭してきたかっていうところを、見ていきたいと思います。先進工業国なぜそこで発展してきたのかっていうのは、やっぱり石炭とかそういったものの資源があったりとか、まあ、石油資源、輸入するから海沿いにできたとか、そういう必ず背景があるので、そこを確認できるといいと思います。今回は以上で終わりにします。